始動します。どんよりした雲が空を覆う阪神レース場。この空を映したように芝はやや重の発表となりました。雨が本格化したら難しいレースになってしまいそうですね。さあ1番人気の紹介です。エアグルーヴ2番人気を紹介しましょう。サイレンス鈴鹿注目の三冠馬娘ミホノブルボン2枠3番での出走。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。サイレンス鈴鹿とミホノブルボン、この2人が競り合っていると。期待通りの結果を出せるか。1番人気エアグルーヴサイレンス鈴鹿、快調に飛ばしていきます。先頭をかきます。サイレンス鈴鹿2番手の位置で先頭を伺うのはミホノブルボン。第1コーナー回って第2コーナー、さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿。このままリードすることができるか。続いてミホノブルボン、その後ろエアグルーヴ、外を回ってハッピーリーク。5番手には12番6番並んでくる。7番続いている、内をついてライスシャワー。さらに10番外から行く。11番イバシンさん、スペシャルウィーク外で。15番2コーナー回って向こう正面。先頭は依然サイレンス鈴鹿、1馬身リード。続きましたミホノブルボン、エアグルーヴ、ここにいた。12番4番手、すぐに続いてハッピーリーク、1馬身離れて。7番少し後ろから。6番少し離れて。11番内の方から。10番そのうち並んでライスシャワー。さらにスペシャルウィーク、1馬身離れて。16番そして内目を突き出しては。15番そしてその後ろから行くのはマンハッタンカフェ。後方2番手に動くか。13番現在しんがりだ。意気揚々と先頭行きます。サイレンス鈴鹿どうでしょう、この展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。第4コーナースタート。内から来るか外から来るか、最後の局面です。この直線で勝負が決まると。まだ1馬身以上の差があると。ここから捉えることができるのか。起動開始、リミッター解除、セット、オールフリー。ミホノブルボン始動。第4コーナー最初に立ち上がったのはサイレンス鈴鹿、抜け出したのはサイレンス鈴鹿。だが後続も追いつかず、残り200。ミホノブルボンここで抜け出した。リードを開いていくミホノブルボン。ミホノブルボンリードは1馬身。お見事ミホノブルボン、着差以上の強さを見せた。見事な勝利です。ミホノブルボン URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここに優秀たちの頂点が誕生です。2着エアグルーヴ、3着サイレンス鈴鹿。全機能確認、オールフリー、完璧な勝利。